こんにちは。今回も鳥取からお届けしたいと思います。今日のテーマはですね、 FX で億万長者になるための2つのルートっていう話をしたいと思います。FX に限らずね、トレードでこう勝つためには実はルートって2つあるんですよ。じゃあ1つは何かっていうことですよね。1つは感情を殺す道です。でもう一個は感情を生かす道なんですよね。これを今聞いて、感情を生かす道って何っていうふうにもしかしたら思ったかもしれませんね。トレードってこう一見感情が邪魔だと、感情は必要ないみたいなふうに言われたりするし、まあそういうのね聞いたことあるかもしれないんですけど、どう思いますか？その感情については、感情はあった方がいいのか極力ない方がいいのか、どっちだと思います？多分ね、まああった方がいいと思う人もいると思うし、まあない方がいいと思う人もいると思うんですけど、僕はもともと感情をですね、その殺す方のトレードをずっとやってたんですよね。まあもともとだいぶ喜怒哀楽が激しい方ではあるので、トレードは結構最初苦労したんですよ。どうしてもこう緊張したりとか怖くなったりとか、勝った後めっちゃ喜んでその後飛ばしたりとかっていうのしょっちゅうやってたので、このままではこのサイクルから抜け出せないと思って、やっぱその自分の感情をいかに出ないようにするかっていうことをずっと考えて実践していったんですよね。でとにかくまあ緊張しても我慢してエントリーし続けるとか、勝った後も極力喜ばないようにする、まあ、これ大事なことなんですけどね、だったりとか、普段からあんまりその物事に対して興味関心というかね、喜んだりなんか悲しんだりみたいなことあんましなくなってったんですよね。だからまあ人と会った時もすごい冷めてる、まあ、当時の自分は分かんなかったんですけど、あんま結構冷めてて、なんかまあ結構嫌なやつみたいになってたんですよね。こういうトレーナーって実は多いんですよ、まあ、僕も経験してるから言えることなんですけど、いわゆる感情を殺していってしまう、こうどんどんなんかね機械みたいになっていってしまう人ってすごい多くって、で僕が今まで会ってきたトレーダーってほぼ 100% そっちだったんですよ。だからそれが普通だと思ってたんですよね。でどういう人がいたかっていうと、例えば僕が最初に入った会社の上司の人は完全になんか切れるスイッチがあるんですよね。なんか普段はなんか冷静に話をしてくれるんですけど、何かのスイッチがあるといきなりブチ切れるっていう人でなんかびっくりしたんですけど、最初ね、ポートフォリオっていう言葉あるじゃないですか。銘柄がいろいろこう入ってて、そのポートフォリオになってますよみたいな、うん、でポートフォリオって何か分かるって聞かれた時に、ポートフォリオ、なんか冊子ですかみたいなことを言ったら急にブチ切られまして、なんだお前そんなことも分かんねえのかとか言って、出てけみたいなこと言われてめっちゃ切られたことがあるんですよね。であとね、他にも別のトレーダーの人で、アメリカ帰りの日本人のトレーダーの人がいて、兄弟だったんですよね。でこの二人も完全にもうネジが飛んでて、なんていうんですかね、まあ、言っちゃってるわけですよね。僕が当時そのトレードの監視役みたいになって、まあシステムトレードプラス裁量トレードみたいなの走らせてたんですよね、その最初の会社で。でそれを夜中のニューヨークタイム、アメリカの時間にもやるから、それを監視するトレードデスクの担当役みたいになってて、まあ夜から朝方までやるってやってたんですけど、その人がね急に夜中の3時ぐらいにリモートでパソコンに入ってきて、マウスのが動いてないことを確認した瞬間電話してきて、お前なんか仕事してねえだろみたいなことを言われて、なんか次1時間ぐらい電話で問い詰められるみたいなことされたりとか、なんかねちょっとやっぱおかしい人が多かったんですよね。あとまあなんか病弱な人だったりとか、あとやけに女好きになってしまう人だったり、こうなんかこう何かが欠落してる人たちが多かった。であとは僕がずっとトレードを教えてもらってた、まあ、K さんっていう人がいるんですけど、まあその人は犬を飼ってたんですね。でその犬がね全くしつけがされてないわけですよ。でその K さんの家に行って、まあ立派な家に住んでるわけですよね。でディーリングルームもあって、地下にまあモニターバーってあって、もうすご腕のトレーダーですよ。で家入るじゃないですか。もう家入った瞬間もうしょんべん臭いんですよ。でもね犬がねそこら中にしょんべんしてるんですよね。でなんか時々うんちもしてて、もうなんか掃除しろよみたいな。でもなんかその人平気なんですよ、それが。だからなんかわかります、なんかちょっとおかしくなってるんですよね、感覚が。でその人はトレードの腕はすごいんだけど、やっぱストレスを感じるんでしょうね、多少ね。顔には出さないんですけど、だから月に1回そのタイに旅行に行って、まあのんびりしてストレス発散してまた帰ってくるみたいな、そういうライフスタイルを送って、まあちょっとねここだけ聞くとなんかすごい羨ましいみたいな感じするかもしれないんですけど、とにかくねその感情を殺していくトレードをしている人たちと会ってた時に、みんなことごとく損得で物事を見たりとか、合理性で判断したりとか、相手の人間性とかじゃなくて、なんか数値で見るんですよね。どういう能力あるの、君さんは何できんの、トレードどれぐらいできんのみたいな、いくらパフォーマンス出せんのみたいな、そういう視点になっちゃってるんですよね。
いやすごいこうね冷たい感じというか、ほんと機械みたいな感じになってったんですよね。で僕も周りにそういう人しかいないから、僕もどんどんそういう風になっていって、人をそういう目で見るようになっていったんですよ。あ、この人はまあトレード正直大したことないから別にもう関わなくていいかなみたいな、そういう風な人間関係を続けていった結果、僕自身もそういう風にまた見られるようになっていくっていう連鎖にはまっちゃったんですよ。ただね、まあぶっちゃけかなり孤独な時期があって、だからそれなりにトレードでも結果は出してる、周りから見たらなんか自由な生活をしているように見えたかもしれないんですけど、実際かなり辛くて、もうとにかくね無条件の人とのつながりを渇望してましたね僕は。でもなかなかできないんですよそれが。やっぱどうしても表面的に相手に行ってしまうっていうことを繰り返して、あと家族ができて子供も生まれてってなってからも、やっぱりなかなか、冷たさから抜け出せずっていう風になってしまって、で自分がずっとお世話になってた人も一回ね裏切ったことがあるんですよね僕ね。もうあこの人とはもう関わらなくていいかなみたいな、でもすごいお世話になった人だったんですよ。でも当時もうそれぐらい自分の感覚って麻痺してて、なんかロスカットみたいな感じですね。あもうロスカットしようみたいな、わかりますよね。だからなんか相場やっててロスカットって苦痛じゃなくなっていくと、他のことに対しても麻痺しちゃう場合が多いんですよ。あこの人間関係ロスカットみたいな、どんどん感覚が麻痺していくって感じです。だから当時僕の周りにいたおかしなトレーダーたちにああいう風になるのはなんとなく分かるなっていうのは後々思いましたね。っていう風にすごい自分がお世話になったり大事な人たちを裏切っていって、どんどん自分でなんか孤独になっていって、でもうほんとね行き着くとこまで行き着いて、でああもうこのままじゃほんとやばいなと思って、僕が一回裏切ってしまった人たちのとこに行って、ちょっともう一回ちょっと一緒にやらせてほしいですって言ったら、まあすごい温かくねこう迎え入れてくれたことがあって、でそこからもう自分のほんと生き方を変えていこうと思って、トレードも感情を殺すわけではなく、それを表現しながら喜怒哀楽をちゃんと感じながらですよね、人とのつながりとか温かさとかそういったものも感じながら、感情に支配されないトレードっていうのをできるようになっていったんですよ。でそのための方法っていうのも自分なりにいろいろ研究したり、その周りの人にいろいろ聞いて、そういうのがどんどんできるようになっていって、だから普通トレードで勝てば勝つほど何かが欠如していく、どんどん心が冷たくなっていく、表情が暗くなっていく人ってすごい多いんですよ。まあ病気になったりする人もいるんですけど、で僕はなんか今はもうトレードって別にそれをやることが目的でもないので、それをやって出た収益とかはみんなのために使ったりとかするし、そうやって相場で学んだことを別のジャンルに置き換えて喋ったりして、そのみんなの学びになってくれたらいいなみたいな持って、いろいろ話したりとかしてるし、そういう風にね循環の中でこうトレードをできるようになっていって、どっちかをね選ぶって言ったら絶対その感情を殺さない方のトレーダーになってほしいなっていうのは思うんですよね。で結局ねその冷たい方向に行くと、みんなやっぱ自分のことばっかり考え始めて、出した利益も自分のとこにこう溜め込み始めるんですよ。だから今の経済ってうまく回らなくなっちゃってるわけじゃないですか。どんどんデフレになっていって、どれだけ金融政策をしてもインフレにならないっていう現象になってるんですね。これって何の問題かというと、みんなのその心の問題なんですよ。みんながどんどん自分のことしか考えなくなってるっていうところ、だからそれをそのお金をダイレクトに稼げるトレーダーが変わっていったら、絶対経済も変わっていくわけじゃないですか。だからそういうトレーダーがどんどん増えていったらすごい楽しいし、まあ面白いなと思って、まあ今回あえてこういう動画をちょっと、撮ってみたって感じですよね。でじゃあそもそもどうやったらその喜怒哀楽、自分の感情を殺さずに生かしつつもそこに支配されないようなメンタルコントロールしていけるのかっていうのは、これをメルマガでかなり詳しく書いてるので、そっちをぜひですね読んで、早速もう今日からでも実践してほしいなと思うんですよね。で絶対これって自分のトレードにも役立つし、人間関係、仕事、自分の普段の日常にも必ず役立つ内容になってるので、ぜひ読んで生かしてもらえたらなと思います。あとまたなんか感想とかもいただけたら、それもまた反映して動画も撮りたいなっていうふうに思ってるので、ぜひぜひ、送ってください。